はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね、3月13日ですね、水曜日からの日本株を中心にした短期の私の相場感ですね、それから気になる金融と経済とビジネスの動き、そしてね、最後に注目2銘柄ってことで、今日材料が出てですね、明日動くかもしれないですね、そんな銘柄群をですね、えー、皆さんと一緒に見ていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。いやですね、今年に入ってから何度も話してますけども、 結構ですね、問い合わせが増えまして、去年まではね、PR 会社をもうかれこれ20年近く経営してるんですけどもね、意外とですね、えちょっと売り上げがあ,あんまり芳しくなくてね、僕はあの20年間ずっと無借金経営で、今まで一度もですね、コロナ融資以外はあね、 借金をしたことがないんですよね。まあ、無借金経営で、これまでやってきました。まあ、そんなに設備投資がね、必要じゃなかったので、ただコロナ融資はね、ゼロ金利なので <laughs>、まあ、これはね、借りなきゃ損損ってことでね、結構大きく、借りたんですけども、まあ、去年1年間はね、あまりそういった意味では、あ創業以来、まあ、過去一番まあ、売り上げが落ちたのかなと思っています。ただ今年に入ってね、急激に売り上げが増えていまして、まあ、問い合わせが増えていましてね、そういった意味では、私がね、最近は営業も出たりとか、企画書を作ったりとか、 ね、えー、やっています。その合間にね、ちょっと YouTube やってるので、最近はちょっと結構ね、えー、まあそういった意味ではバタバタはしているんですけどね。まあそんな中ですね、えー、僕の持ち株ですね、えー、営業から帰ってきてみたら上がってるってことでね、日経平均は、えー、一時マイナス500円ぐらい下がりますので、もしかしたらね、午前中とか見ていたら、あ僕のね、えー、4口座を動かしてるんですけども持ちこ、持ち株はですね、マイナスに転じていた可能性もあるんですけども、 まあ終わってね、夕方、あ16時間らに帰ってきてね、初めて、初めてですよ。おー4コ、ねえータね、まあちょっと見てみるかということでね、この YouTube を届けるんであればですよ、えー。開いたらですね、含み益がですね、むしろ、お爆上爆増してるってことでね、まあ爆増ってちょっと大げさですけども、この下げ相場の中では大きくね、えー、増えていましたね。なのでこれはですね、大型株とか、やはり半導体、そしてこれまで上がってきたね、一部の銘柄から、 また、低株とかね、バリューシフト、そして、もう配当が近いのでね、えー、割安な高配当株が、えー、まあ、選別されて買われてるんじゃないかなと、僕的には考えています。だから、下がってるからといってね、す、え、べ、ー、ての銘柄が大きく、まあ、引かれてるわけじゃないのでね、しっかりと、これからのですね、戦略を見抜いてですね、えー、自分なりにシナリオを立てて、賢く投資をしていればですね、 この下げトレンドでもですね、もしかしたら大きく利益を伸ばせる。まあそういった投資家も結構増えるんじゃないかなと思っています。この辺りのですね、僕の見立て戦略、シナリオもですね、えー、合わせて話していきたいなと思っております。そうそう。で、あとなんでね、冒頭でですね、こんなね、えー、私の会社、PR 会社ですね、えー、の話をしたかというと、ビコラね、僕の会社のホームページ出てますが、まあそうした中でね、ちょっと人手が足りないので、ぜひですね、えー、うちの会社で働きたいと。 まあそんなね、ええー、まあ若手諸君。まあもちろんね、それはあのミドルでもいいんですよ。見ましたら、ぜひですね、えー、このビコランのうちのホームページからですね、お問い合わせいただけたらな、ということでね。あんまめったにこういったあ自社の宣伝はしないんですけども、まあとにかく人手が足りないというところもありますし、まあ実際にですね、えー、うちの応募していただいたらですね、私が直接面談しますしね、え、冷やかしはやめてくださいね。そして、私が直接コンサルティングであったりとか、マーケティングとかブランディングですね、それから PR、すべてをね、 私の持っているものを、教えていきたいと。授けていきたいと。まあ、授けていくはちょっと上から目線せんか。<laughs> あのね、私がワンツーマンで、しっかりと教えていきたいなと思っておりますので、まあ、ここから10年先ですね、コンサルタントとして、一人立ちしたいとか、うん、またね、新しく広報 PR で自分の腕を磨きたいというですね、人がいましたら、ぜひね、応募してもらいたいなと思っております。ということでね、今日の相場はまず振り返っていきたいなと思うんですが、株価一時500円近くね、 値下がりしました。もうこの時はね、もうとにかく今日の提案のためにですね、まぁ電話ワイヤーと言いますか、朝から日本企画書。いや、マジかと。本当にね、その合間によく YouTube 撮れてるなと。自分でも自分で褒めてあげたい。<laughs> 褒めてあげたいですよ、本当にですね、もう朝からですね、日本ですよ。企画書作って。で、その合間にですね、えー、ちょっと依頼されてね、えー、ある、原稿執筆ですね。えぇ、ー、5000文字の、記事ですか えー、まあ、広報会議さんというですね、言っていいのかな広報会議さんから、えー、ね、えー、依頼されまして、まあ別に悪いことじゃないですけどね、次の、おね、えー、号の、一応予定ですけどね、えー、コラムを書くってことで5000文字、5000文字結構多くてね、それを朝から、朝の8時ぐらいからずっと会社でバパチバチバチバチってやってたのでね、そして外出したので、まあ500円下がったのかぐらいですよ。でもこのぐらい、もうなとも話してますけど、距離を置いて、傍、え、観、ー、してるぐらいがですね、 株では勝ちやすいですよ、個人投資がね。春すぎていたからといって、デートレー大会は、えー、その勝率が上がるわけじゃないのでね、うん、ここは勘違いしない方がいいです。むしろしっかりと今後のですね、戦略シナリオを立てて、えー、選別した銘柄をですね、安いところで買って、あとはね、ちょっと引いて待つぐらいがちょうどいいんですよ。うんまあ、こういった形で、えー、僕の場合はですね、えー、6億円、気づいてきますから、まあ、これだけ忙しくて、しかも副業で、 週に一回もね、トレードしてない、そんな週もあってもですよ。稼げるわけですからね。うん、そこは安心してもらいたいなと思っています。まあ、それを出し惜しみなくね、話してるわけですけどもね。もう下がったのかぐらいですよ。で、戻ってきてね、口座を開いたら冒頭話した通りですね、むしろ含み益が爆上がりし、爆増してるということで、まあ、半導体メーカーなどのね、まあ、一部のこれまで上がってきたような注目株が売られてるだけで、バリュー、うー割安、低位、 それから後輩と再び資金が戻ってますよね。ここからもし反発をしてですよお。上がっていくようなことがあれば、あともう一つね、気になる動きがあるんです。これはこの後話しますけどね、えー。そういったところに資金がね、移ってくる可能性もあるんじゃないかなと思っています。うん、そしてね、えー、まあこれはね、下げ幅縮小していって、上げに転じた場面もあったってことでね。まあだからまあ安いところを買いたい。うん、買わせろと。うん、置いてけーじゃないですけどね。薩摩の。 薩摩のね、薩摩藩のね、志士じゃないですけども、まあ彼らはかなり勇猛果敢と言いますかね、えー、と、ね、例えられていますので、置いて、首を置いてけー、みたいなね、えー、そうやって言ってね、えー、まあその、戦ってきたと言われてますよね。うん、まあそういった意味ではね、上げてけ上げてけみたいな形でね、上がっていくと、今日かなりテンション高いので <laughs>、皆さん大丈夫ですかね、まあもう営業もやるわ、ね、執筆もするわで、まあそういう時は大体ハイテンションなのでね、 <laughs> 余計なこと話すなと。声がね、聞こえてきそうなので、これぐらいにしておきますけども、上げてけえってね、そんな感じで上がったということで、そう、あと今日ね、注目すべき動きとしては、グロースが上がったんですよね。冒頭からね、バリュー、定位、高配当と言ってきましたけども、さらにグロースにもちょっと資金が移ってるんじゃないかと。そして、このね、あれですね、200日の平均線をサポートラインにしてですね、 ちょっと反転攻勢をかけそうな、そんな機運が見えます。まだ機運です。これはですね、確かな動きではないですね。そんな予兆が見えるということになります。ただ僕はですね、このチャンネルではね、2ヶ月ぐらい前から話してきました。何を話したかというと、アメリカのですね、選挙イヤーですね、総選挙イヤー、大統領選挙イヤーはですね、このですね、小型株が動きやすいんですよ。これアメリカの動きですよね。 ただアメリカはですね、小型株が動けばですね、当然日本もカップリングして注目されるはずなんですね。なので、グロース、動くかもしれないな、ということをね、もう2ヶ月前から話してきました。このチャンネルをね、レギュラーで見てる人だったらね、えー、記憶にあるんじゃないかなと思いますけども、実際にですね、ちょっとグロースがね、テクニカル上はですね、200日をサポートにして、ちょっと反転しそうな予兆が見えます。はっきりした動きじゃないので、というかまだ、値固りをしてないのでね、ここでまあ、 2回ぐらいね、値堅いに固みすればですね、いよいよダブルボトムみたいな形で、えー、明確にですね、上に上がっていきそうな動きになるんですが、まだ、うん、そのね、えー、前段階ぐらいに見えますので、よりはっきりと出たですね、出たらこのチャンネルでは話していこうと思いますけども、ただ今日、これだけですね、日経平均と大型株が下がった中で、グロースにも資金が移ってるというのはですね、まあ一つ面白い注目材料としてはね、えー 見といた方がいいんじゃないかなと、チェックしういた方がいいんじゃないかなということでご紹介しました。で、あとはね、えー、そうは言いつつですね、えー、ニューヨークダウンの先物は66ドル高ってことで上がってるんですが、日経平均はですね、140円安ということで、ちょっとね、えー、再び下がり貴重な感じになっています。前日銀のね、植田総裁の発言も待たれてますし、あと CPI ですね、米消費者物価数の発表がいよいよありますので、 そういった中で円高に触れるのか、いや、円安に触れるのかという迷いですよね。まあ日本、米国より日本株の方がこれまでアウトパフォームで上がってきましたので、いやいやちょっとね、米国の方に、株の方にですね、寄せてるというのが正しい理解なんじゃないかなと。別に日本株が弱いわけじゃないですね。これまでずっと強かったので、成長値にね、やや戻しつつあると。ただ、こっからね、僕は二年、2年、3年かけて、 まだ上がるんじゃないかなとは思っていますね。でもこの短期ではね、ちょっともしかしたら調整はあるかもしれないですけども、え、これは3月またいで C56 も含めてですよ。ただまあ来年再来年とね、えー、こっからですね、まあインフレになるわけですからね。インフレイコール物価高、不動産高、株高というのがセオリーですからね。まあ日本がその例外、 に漏れないんであればですね、やはり 2, 3年かけて、まあ4万5千から5万円ぐらいは期待したいなぁと思っていますので、仮にここでね、さらに下がるんであれば、僕の場合はですね、まあ買っていきたいなぁとは思っていますね。まあもちろん変更もあるかもしれないですからね、日々日々、えー、パウルさんの発言とか、米国株の急落、暴落もチェックしてますからね。 米国株のね、急落暴落だって、正直いつ起こるかわからないですからね、うん。この理由はもう話してますから、重複するので話さないですけども、まあそう考えるとね、えー、明日意見が変わってる可能性がありますけども、一応、中長期では、日本株は楽観視、今のところはしています。まあ、あとは皆さんなりにね、もちろん自己繊維で考えてもらいたいなと思っています。まあこういった中長期のね、でもね、スタンスを明確にしないと、正直自分の投資シナリオって描けないですよね。だから皆さんは皆さんなりにね、下がるんだったら下がる。 変わらないだったら変わらない。上がるんだったら上がる。じゃあ、どこまで上がるのか、どこまで下がるのかということをね、ちゃんと数値として持っておくってことは結構大事なんじゃないかなと思います。別に明日変わってもいいわけですからね。で、あとはね、FRB の利下げ、納得にはまだ不十分な見通しということで、一応 CPI がね、発表されます。まあ、そこに向けてね、その、まあ、CPI の数値次第では、まあ、利下げですね、時期早々というですね、 発言、あとはメディアのね、ポジショントーク、あとは連銀総裁などのですね、身勝手な、ねえー、そういったあ、まあ、ポジショントークですね、出てくる可能性がありますよね。まあ、パイルさんがもう全言撤回してるんですけども、さらにね、えー、発言の軌道修正を行った場合は、僕はね、米国株も下がってもいいんじゃないかなと思ってます。よく、むしろ、持ってるなぐらいなんですよね。なんで気づいてないんだろう。気づいてないふりしてるのか、本当に気づいてないのか、わからないですけども、 まあ気づいてないんですかね。うん、パウルさんがね、去年の12月に、えー、利下げをしていきますと。で、誰もがね、ドット、ドットチャートを見る限りでもですね、年7回とかって、うちょうてなったわけですよね。浮かれ騒いだわけですよ。ああ、もう利下げのフェーズだと。ようやくね、えー、安心できると。ね、こっから株高のね、ステージだと。だから、米国株上がったわけですよね。ただ実際に、もう4月ですよ。一度も利下げしてないですし、こっから先で、ね、 まだまだ利下げはできないっていうね、発言を仮にした場合は、もう米国株はしをはされてもおかしくはないとは思っているんですけどもね、うん、果たしてどうなることやらですかね。このあたりはね、まあ、CPI の発表を待ちましょうと。仮に上がっている場合はですね、やはり利下げはできませんので、えー、これはね、えー、より強くパイルさんがですね、えー、利下げはまだ、えー、今後の見通しを見るみたいな、えー、発言をしてくる可能性もありますから。 まあ注意しといた方がいいんじゃないかなと思います。ただ日本株はこれによってね、カップリングで下がるかどうかっていうのは未知数ですよね。なぜかというと、アメリカが利下げをしないっていうことはですね円、また円安に触れるということですよね。そうすると円安に、ね、支持されて日本株が上がりやすいということになりますし、海外投資家がですね、日本を買いやすくなりますよね。で、また僕がそう思うぐらいですから、プロのヘッジファンドとかね、基幹投資家は、やべえ、あれですよね。 米国株いつ下がってもおかしくないなと多分思ってるはずなんですよ。もうパエル次第だな、みたいなね。パエルさんの発言をもってして、いつ下がってもおかしくないと。そうすると日本にちょっと資金をね、えー、まあ日本はここからね、冒頭から話きてる通り、インフレステージになって上がりやすいわけですから、傾向的にはですね、日本に資金を移していくっていう可能性も十分あるんじゃないかなと思ってます。一方でね、日本の個人投資家は今もですね、えー、そうした中、せっせと、おね、米国のおインデックスを買っていると。 まあ、この,安倍の、安倍コメな動きはですね、まあ、明確になればなるほど日本株は上がっていくんじゃないかなと思ってますね。まあ、海外投資家もその方が仕掛けやすいですし、儲けやすいですからね。あんまりね、そういった意味では、まあ、米国株ばかりを注目してね、えー、買っていくっていうのも、資金移動って言いますかね、富の移動が起こっているようで、まあ、僕はちょっと、まあ、そのね、外れかもしれないとね、絶対とは言わないですけども、まあ、あんまり安易に、 うん、そういうふうにね踊、踊らされない方がいいんじゃないかなと思ってます。いろんな書籍に書かれてますからね。VTI とか e m a x リ i が一択でいいとかね。えー、あとはね、S&P500 とか n a s a ク連動型だけで十分だみたいなね。他は投資しなくて構わないみたいなね。まあ実際にでもね、えー、そんな海外のね、えー、ア,メアメリカを中心にした金融資本勢力が日本を買っていて、ひたすらこ日本の個人投資が海外、 って言いますか、ね、アメリカを中心にした、えー、そういった e マックスリムとかね、えー、S&P500 の連動型の VTR とかを買っていたら、資金の完全な1200兆円のね資金の移動で、えー、全ての資産、海外投資家に奪われてしまいますからね、金融資本勢力まね、まあ、どうなんでしょうかと思いますけどね、まず、あ、これが起こってたらですけどね。と、うん、いうことで、あとはね、えー、ちょっと注目ニュースということで、大企業の景況感ですね、4期ぶりのマイナスということで、まあ、冒頭ね、ちょっと 景気がい,いことを話しましまたけども、実際足元ね結構景気悪くなっているんですよねもちろんこれは自動車のですね、えー、トヨタを中心にした不正問題がありますよねただこれもなかなかねビッグモーターですねなどは結構不祥事、ね、出すとめちゃくちゃメディアに叩かれますけどもトヨタの <laughs> 不祥事はね全くメディアが騒がないっていうねこのなんて言いますかエコ品機関と言いますかねビッグスポンサーまあ ビッグモーターもまあビッグスポンサーではあったんですけども、やっぱトヨタの力半端ないな、みたいなね。あらゆる企業が、まあ一応、ちもちろん触れはしますよ。触れはしますけども、その以降ほとんど扱わないっていうですね。<laughs> この差はなんだと。これちょっとあんまりね、でも触れちゃいけないところかもしれないので。<laughs> まあね,、えー、ね、消されてしまう可能性もあるので僕自身がね、ちょっとやめときますけども。<laughs> まあその明確な差は感じますよね。まああくまで一般的な客観的なね、うん、一、勝者としてね。 これはおまあそういうふうにね、えー、考えますけども、うん、深いなってことでね、面白いなってことでね。ただまあこのね、トヨタさんの自動車あ認証不正がね、えー、まあちょっとこれがその、景況感にね、マイナスに、まあこう、の重しになってるということになってると思います。一方でね、まあその大企業の景況感もね、ただもう,こうちょっと悪くなっているのは間違いないので、うちの会社はいいんですが、ちょっとね、企業の景況感は実はそんなによくないってことで、 まあ、ここから反転していく一応ね、うん、まあ見通しではあるんですが、そうならなかった場合はね、ちょっと景気底割れしてくる可能性もありますので、そうなると、今いい失業率もね、えー、ちょっと悪くなっていく可能性もありますし、雇用ね、うん、あとまあ、ここから先ですね、賃上げもちょっと鈍る可能性もありますよね。ただ、そうなってくると、上田総裁が、えー、利上げが、って言いますかね、ゼロ金利緩和がなかなかしにくいっていう状況にもなりますので、やはり、 このチャンネルでは話してきますよね。3月ないんじゃないか、みたいなね。あえて3月をスキップして4月が、まあ、十分あり得るなと。それはね、対話をしていると。熟考していると。うん、ちゃんとね、国民の皆さんの意見も収集しているっていう姿勢をあえて演出するためにですね、3月できるけども、できるけども4月にやるってことをね、してくるんじゃないかと。だからこの株安とね、景況感の弱さを見ると、十分ね、僕の予測通りあり得ると。 3月じゃなくて4月にスキップするってことですね。だそうなってくると一時的に3月末ね、あ、植田総裁やらないんだと。もう来週ですよね。確か18、19ぐらいだったと思いますから、日銀のですね、上田総裁の日銀決定会合ですね、政策金融決定会合。まあ、ここでやらないっていう決断がされたらですね、一気にそこから反発して株高上がっていく可能性がありますからね、日本株ね。で、ちょうど配当権利をちびると。いや、すごいね、シナリオですよね。誰かが仕組んだかのようなですね、 一部のおね、えー、それを握ってる人たち、知ってる人たちだけがその試練をね、大きく儲かりそうな、そんな流れもちょっと感じるってことで、もちろん3月やってくる可能性もありますけどね、いつやってもおかしくないですから、これもね。うん、ただそういうシナリオも十分考えられるので、そういった中でいろいろシナリオが分岐するわけでしょかまいたちの夜みたいにね、ゲームのね。その中であなたはどの分岐を選びますかと。その選択の一つ一つのね、 えー、を繰り返すことによって勝率を上げていくわけですし、その勝率の集合体が皆さんの富の形成につながるわけですよ。もちろん失敗するですね、バッドシナリオを選ぶときもあるとは思います。ただそうした場合は、しっかりとそれをリカバーをして、また次の選択肢のときに良い選択肢を選ぶと。で、そのために勉強するわけですよね。投資の勉強をですね。まあ企業も、これはビジネスも、キャリアもね、経営もそうですよね。もね、毎日毎日選択してるわけですからね。その分岐でより 確率の高い方の分岐を選び続けると。その選び続けるために、会社経営であれば、経営の勉強をする。マーケティング、ファイナンス、マネジメント、うん、それらのまあ、こうね、キャッチアップをしていくと。そのために本を読む、YouTube を読む、うん、ね、やっていくわけですよね。株式投資も同じなので、まあ、日々日々、その選択のね、連続ですから、なるべく成功確率の高い、勝率の高い選択を選べるように、皆さんもね、えー、学んでいってほしいなと思っております。いろんなところでね。 ということでね、えー、そういった、まあ、考えと一つとしてね、えー、今日は急落暴落のリスクに備える手順ですね、3ステップについてね、まあ、これもね、えーまあ、皆さんに今日この瞬間ですね、役に立つんじゃないかなということで、X に投稿したので、まあ、それをね、解像度を高めるためにですね、より詳しく紹介していきたいなと思っております。詳しくはね、X に投稿されますから、まあ、そちらの方も見てもらいたいんですけども、 今非常に急落起こっていてですね。まあ、僕の持ち株は今日一日見ると上がりましたけども、やはり今後ちょっと不安定要素、不確実性が高まってますよね。で、こういった急落暴落をね、リスクと言うんですね。ただ株式投資のリスクっていうのは、皆さん結構勘違いする人が多くてですね、危険では、危険性ではないんですよね。リスクイコール,コール危険が同意語ではないんですね。じゃあリスクの同意語は何かというと、不確,不確実性になります。まあ、どうなるかわからないと。 これがリスクなんですよね。で、まずは投資家はですね、以下の,以下の3つのステップで、このリスク不確、不確実性をですね、えー、見極めていくということが大事になってくるんじゃないかなと思います。特にこういった相場ではですね、どんなステップかというと、まずはね、不確実性が存在するかを自分の目と耳と頭でですね、必ず確認するということですね、これ他人任せじゃダメなんですよ。自分の目と耳と頭で しっかりと不確実性がどのような規模なのか、どのような存在なのか、どのような手触りなのかと、とどこまで続くのかということを考えて確認するということです。でね、えー、それをまずこういう時は、毎日毎日ですね、様々な、まあ、YouTuber でもいいですよ、うん、X でもいいですよ、それからメディアでもいいですよ。あとはご自身で、えー、いろんなあ、ねえー、ニュースなど 新聞です、ね、日経新聞とか四季王さんとか株探さんとか読み解きながら考えるってことですよ。こういったストックですよね。が次のリスクの時に役に立ちますからね。で、2つ目のステップですね。どの程度の不確実性なら、じゃあ受け入れることができるのかっていうことを自分なりにシミュレーションするということですよね。日々シミュレーションですからね。せっかくに自分の頭にね、えー、高性能の AI コンピューターがあるわけですからね。 まあ僕はあの人間の脳は宇宙,と宇宙だと思ってますからね。これスピリチュアルじゃなくて、宇宙と同じぐらいの分かりやすく言うと、量子理学的なですね、様、え、子、ー、を兼ね備えてると思ってます。まあ、ニューロンとシナ,シナプスってね、えー、こういった形で繋がって、電気パルスで人の脳というのは動いてますからね、うん。これマトリックスの世界でよく説明されてますけども、まあ、実際に科学的にね、脳科学的に見てもそうなんですよ。ニューロンと電子パルスで、えー、人の脳は結合、分離を行って、 えー、物事を判断すると。で、これをね、引いていくと、ほとんど宇宙の,宇宙の構造とね、えー、同じなんですよね。覚えてたらこちらに写真出しますけども、まあそういったものなんですよ。だニューロンとシナプスの動きはほとんどお銀河とかね、えー、アンドロメダとか、宇宙の構造と、まあ似た状態なんですよね。構造そのものってことですよ。密度とかね、割合とか、うん、動きとかね。まあそういうふうに考えると、人間の脳も宇宙の脳もほとんど同じってことになるんですが、まあそれはそうですよね。だって宇宙から、 人間がが出来上がってるわわけけでですかかか、か。ら、同じ構造物なわけですよ窒素とととね、リンとかマンガンマガだから構造物が同じであれば、ねえー、その中身が同じであってもおかしくはない。なんだその科学的に破綻はしないんですよね。うん、ということで、えーね、せっかくそういった宇宙に近い脳があるわけですから皆さんもね、えー、そのシミュレーションをして今後のいわゆる先ほど話した、ね、分岐を自分なりにたどってみるとことですね未来に向けてね意識を飛ばしてもうこれだっ人間しかできない。 ことですから、ね、まあ AI もできますけども、まあクリエイティブなことはできないですね。だから、6つの分岐を考えたんであれば、その6つの分岐に、分岐に意識を飛ばして、それぞれの分岐をね、一度辿ってみるってことですよそれがシミュレーション、未来シミュレーションということになります。で、やっぱり勝てる投資家はね、これが得意なんですよ。たけてるんですよね。僕はそういった意味ではね、6つ、7つ、8つ、ととかね、えー、分岐が自分なりに目をつぶってシミュレーションされたら、その先々の分岐まで ある程度辿って考えますねもちろんこれは将棋に例えればね,、えー、ね、将棋の名人も羽生名人とかもね、同じですよね。えー、その1手先の10の分岐、まあ将棋の名人ぐらいだと100の分岐、1000の分岐ぐらいになるのかな。うん、で、えー、その先のね、3手先、6手先までの分岐を、えー、トータルで1万手。 二万手、うん、ぐらいまで、えー、見通すと。ちなみに、えー、将棋のね、えー、僕ちょっと読んだことがあるんですけど興味があって、脳科学の分野で、えー。の場合はですね、名人は自分の二手三手先の、えー、何万っていう分岐までを把握するらしいですね。その先の百手先までとかを見てるわけじゃないと言いますね。もちろん定石っていうのがあるのでね、えー、ある程度筋は、えー、自分なりに考えて、えー、いるんだと思いますけども、実際に対戦したときは、一、えー、手二手先の 何万通りを常に、えー、シナリオをシミュレーションしながら手を考えてると言われてます。ただこれはでもお実際にイージスの考え方でもありますよねイージス艦も、ね、迫ってくるミサイルに対して、えー、1手、2手先の万回をね万数のお回を出して、えー、鉄壁の防御をするわけですから、ね、100手先まで、ね、正直考えてもそうならない可能性の方が高いのでやっぱり無駄が多いということですね無駄打ちが多くなってしまうと。 いうことだと思います。これ、将棋もそうですし、株もそうですね。まあ、100手先を買うるんだったら、目の前の7手、8手を、ね、打ち出して、シミュレーションしてね、打ち出して、それを分解しながらシミュレーションした方が、正直勝てるようになるとは思いますね。これ結構有料級なんじゃないかなと思いますが、かなりでも高度な話をしているので、もし分からなかったら、また、えー、 コメントで教えてください。ちょっと土日で、えー、より詳しく話しますのでね。で、えー、3つ目ですね。えー、自分の不確実性ですね。リスクへの許容レベルと、えー、対応戦略を構築すると。あ、このね、A からね、例えば Z までの分岐シナリオを、ね、見つけたんだ、あればですね、それをシミュレーションしてみて、一番起こる確率が高いのはどれかな、というのを自分なりに決めてですね。それは A、B ぐらいまででもいいでしょう。プラン A、プラン B ですね。それに対する対応の打ち手をですね、えー、考えるということですね。そして用意をしとく。 事前準備9割ですかね。事前に準備をしておくと。で、構築をしておくと。防御、陣地をですね。そうなれば、もうほぼほぼ株式投資で大きな落とし穴にね、ハマって身動き取れなくなるってことはないですね。うん。とは僕は思っていますが、まあ、ちょっと難しいですかね。また、あ、ちょっと詳しいことは、まあ週末で、えー、話します。今日はレギュラー動画なので、どんどん行きたいなと思うんですが、まあこういったですね、まあ有料級のですね、僕の考え、 とかね戦略とか、まあ、そういったことを導くため、導き出すためのですね、演算方法とかもですね、出し惜しみなく、最近はね、X で、えー、投稿しています。あとはね、一発で運気上がる方法であったりとか、えー、米国株とかね、為替の最新情報などもね、お届けしてますので、興味がある方はね、ビコラの X のですね、リンクから、えー、見てもらえたらなと思っています。 で、最後にですね、最後じゃないや、注目に目がの前にですね、えー、実際にチャートの動きをね、今日と振り返っていこうと思うんですが、結局今日はね、マイナス22円安ですね。で、えー、昨日話した通りですね、まずは7 25日移動平均線ですね、ここでしっかりとサポートされています。一旦はね、反発しそうな感じなんですが、先物がちょっと下がっていますよね。これがちょっとね、厄介だなというところです。仮にこれを割ってきたらね、違う、3万8000円ぐらいが、 サポートキリがいいのってね、こういった節目って言いますね、こういうのね、えー。テクニカル上の節目じゃなくて、えー、いわゆるキリがいいところの節目ですね、こういった場合はね。で、一旦また次はね、えー、下値サポートになる可能性はありますけども、まあ、米豪株はね、上がってますので、先物がね、もしかしたら朝、 目を覚ましてみたら、日本株がちょっとプラスに転じるみたいなこともなくはないかなとはちょっと見てはいますね。まあ、どちらにしてもテクニカル上は25日サポートラインまで来ているので、明日上がったとしてもここで跳ね返されてきたら、まあ、一つここは節目として、えー、意識されていくんじゃないかなと思っています。で、38,797円で取引を終えてることになりますね。で、トベキスの方も同じですね。25日でサポートされてますので、ここで反発してくれたらオンの字ですね、うん。とは思ってはいます。 で、あとはね、注目二銘柄ということでご,ご紹介していこうと思うんですが、まずはカーブスですね。えー、大幅反発ということで、物販新商品好調ということで業予測を、業績予測をね、情報修正をしてきました。で、こちらはですね、まあ非常にまあ売上の方もですね、2020年から24年にかけて予測値になりますけども、1.5倍ぐらいに売上を伸ばしてますし、最終益もね、形状益もお全て、えー、一度も赤字に転落したことがないと。 このコロナの時期でもですね、赤字に転落しなかったっていうのは、意外とカーブスさん強いですね、えー。これは皆さん知っての通りですね。まあ主婦などをね、ターゲットにして街中でですね、いわゆるスポーツコミュニティみたいな形ですかね、小スペースで、えー、いろいろこう、スポーツ器具を置いてですね、で、えー、まあ運動して汗を流せるっていう、まあ海板ジムみたいなものを展開してるんですけども、まあそれだけではなくて、まあ物販も、 非常に好調だということで、まあ注目をされています。まあそれによってね、えー、今日発表されたので、高決算がですね、えー、株価の方も一応上げてるということで、8%高ですね、なってるということで。で、この200日の平均制をね、先ほどのにおね、テクニカル上の話をしましたけども、えー、同じような形で、こちらの場合は200日をもう突破してですね、一応ここがサポートラインになっているように見えますので、 ここからね、上昇していくと期待する投資家いたらですね、あとはご自身でいろいろ調べてみても面白いんじゃないかなと思っています。で、続いてがですね、こちら最後の銘柄ですね、ギグワークスになりますね。第一四半期の経常利益を14倍増益ということでね、良い決算なんじゃないかなと思います。前期同期比の14倍の9900 1> ですね、約1億円ということになりますか。で急拡大したということになりますね。で、こちらホームページに全て公示されていますから、まあ、興味がある方はね、こちらの本も合わせてみてくださいと。で、こ人材派遣とかね、えー、そういったことをフリーランスのマッチングなどをやってる会社なのかなと思っていますね。一応ホームページ見ましたけども、まあ、詳しいことはホームページを見てくださいと。で、今日もうちょっとね、えー、8%近く上がってはいるんですけども、ずっとね、えー、去年の10月ぐらいにピークをつけて、 え、難聴が続いていましたが、こちらも同じですね。200日平均線に、えー、しっかりとサポートをされつつありますので、ここから良い決算が出ましたので、14倍ですか。ここからですね、えー、まあ、材料が注目されると、明日以降ですね。と考える投資家いたらですね、まあ、ご自身で行為されてますから、えー、調べてみてもら,もらっても面白いんじゃないかなと思ってます。使倍率、まあ、1984倍なので、まあ、かなりでも、まあ、買い ですね。まあ、売り、空売りが規制されてるのかなあの、まあ、買いが多いので、えー、そういった意味では、ちょっと上、ちょっと重いかもしれないですけども、まあ、まあ、用意材れが出たという材料順なのでね、熱皆さんのホテルを調べてみてください。ということで、今日は以上です。高速で。